ここが医科大学か。なかなか立派な施設だな。セイウルスラ医科大学、大陸有数の総合病院にして医療研究機関として有名ですね。そんなに有名だったのか。確かにバスの本数が多いあたり利用者はかなり多そうだけど、もともとは医療先進国であるデミフェリア公国の協力で設立されたと聞いているわね。周辺諸国からも重病人を受け入れてるって聞いているわ。おっと、ナース服のお姉ちゃんたちがいるじゃん。いやー、眼福眼福。ランディは元気だな。今までにも何度か車で訪れたことはあるけど、やっぱり徒歩で来ると結構な距離だったわね。ティオ、さすがに疲れちゃった？いえ、平気です。アルモリカ村ほど遠い距離ではありませんでしたし。ならいいけど、あんまり無理はするなよ。ええ、ご心配なく。それよりロイドさんは、お知り合いのお姉さんに会わなくてもいいんですか？そうか、それもあったな。ほらほら、ロイド、とっとと会いに行こうぜ。なんでランディがそんなにテンションを上げるんだよ。まあいいが、セシル姉だったら話も通しやすそうだし、病院の受付で呼び出してもらおう。よっしゃ。それじゃあ正面の病棟に入りましょうか。Thank you.
忘れそうだな。それ。こんなもんか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 な。よかった。それほど混んでなさそうだ。そうね。混んでいるときは待合室がいっぱいになるものね。早速お姉さんのこと受付で聞いてみる？ああ、呼び出してもらおう。ようこそうるすら病院へ。今日は外来ですか？それともお見舞いでしょうか？いえ、クロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスと言います。今日は捜査任務のためにこちらに伺わせていただきました。ああ、警察の方だったんですか。捜査と言いますとやはり例の魔獣騒ぎでしょうか？ええ、自分たちの方でも調べるように警備隊から要請がありまして、関係者に一通り話を聞かせていただければと。わかりました。そうですね、病院長は留守ですし、看護師長をお呼びしましょうか。その実はですね、個人的な知り合いがこちらに勤めていまして、その人がお忙しくなければ案内してもらおうと思いまして。なんだか緊張してますね。そりゃナースのお姉さんで美人とくりゃ緊張もするだろう。それはあなただけでしょう。ロイド、おお、綺麗な人、グラマーです。あら、セシルさん、ちょうどよかった。こちらは警察の方だそうで。その
いきなりごめん。先に連絡すればよかったかな。ちょ、セシルネ。やっと、やっと会えたわね。お帰りなさい。本当に久しぶりね、ロイド。会いに行けなくてごめん。しばらくずっと忙しくてさ。それよりさすがに少し恥ずかしすぎるんですけど。いいから、このままお姉ちゃんに抱きしめられてなさい。背もこんなに高くなって。前に別れた時は私と同じくらいだったのにね。そりゃ育ち盛りの3年間だったし。なんていうか想像以上に甘々ですね。おのれロイド、あんな素敵なお姉さんを。はじめまして、セシル・ノイエスと言います。どちら様かと思ったけど、ロイドの同僚さんだったんですね。あ、はい、エリー・マクダイルです。どうも、ティオ・プラトーです。ランディ・オルランドス、どうぞお見知りおきを。よろしくね。でも私ったら慌てんぼうね。てっきりロイドが彼女を連れて遊びに来たかと思っちゃったわ。ちょ、何を言い出すのさ。だって3年ぶりでしょ。彼女の一人か二人くらい作ってお姉ちゃんに紹介してくれるのかなって。ひょっとして本当に付き合っているけど仕事だから隠しているとか。なさい、悪いことをしちゃったわね。あのね、それでどっちと付き合ってるの？エリーさん、ティオちゃん、それとも二人いっぺんにとか。だから違うってば。もしかしてそこの彼と。私もそういうのには理解のある姉でいたいから全力で応援させてもらうわ。いや、そこは反対するところだから。なんだかユニークなお姉さんですね。天然なところも素敵だ。それでセシルね、魔獣騒ぎのことなんだけど。うん、そうだったわね。市長から許可はもらったから私が説明させてもらうけど、1週間前の夜のことよ。うちで研修医をしている人が魔獣に襲われてしまったの。ただおかしなことがあって。警備隊の調書によると被害者の勘違いの可能性もあると書かれていましたが。やっぱり半信半疑みたいね。私も詳しくは知らないけど、病棟の屋上で襲われたらしいの。屋上？どういうことでしょう。病棟の屋上は庭園みたいなテラスになってるの。奥には先生方が詰めている研究棟なんてのも立っていてね。なるほど。要するに魔獣が出るような場所じゃありえないってことっすね。ええ、警備隊の人たちも最終的にそう判断したみたい。でもやっぱりどこか納得いかなかったんでしょうね。あなたたちに調査をお願いしているところを見ると。いやどうかな。正直そんなに期待されてはいないと思ってるけど。
遜しないで。クロスベルタイムズを読んだけど、すごく頑張ってるみたいじゃない？な、そうか、あの旧市街の事件か。ですが、最新の記事には私たちが解決したとまではそうは書かれてないけど、頑張ってることは伝わってきたわ。それにちょっと前までうちに怪我をしていた男の子たちが入院していたんだけど、お見舞いに来た仲間の子たちからちょっとだけ話を聞いちゃったの。あなたたちに大きな借りを作っちゃったって。そうだったんだ面白い偶然ですね。いや、照れちゃうな。ランディさんはそれほど活躍してないと思いますが。でもそうね、この先は実際に被害に遭った人から直接聞いた方がいいかもしれないわね。うん、できれば紹介してほしい。それと実際の現場を調べておきたいかな。わかった、どちらも案内するから任せて。あとセシルね、時間の方は大丈夫？うん、ちょうど今は休憩時間になっているから。それじゃあまずは病院棟の2階に行きましょう。みんな私についてきて。はい、了解です。お供します。みんな、いきなりセシル姉に馴染んでるな。この病棟という建物の2階と3階は病室になっているの。被害に遭った研修医の人は2階の病室にいるから案内するわね。うん、よろしく。この病室だけど他の患者さんもいるから、あまりうるさくしないでね。ああ、大丈夫。話を聞かせてもらうだけだよ。それじゃあ入りましょう。うん、経過は良好のようだね。うん、これなら明日にでも退院できるだろう。本当ですか？ああ、嘘は言わないよ。退院したら覚悟するといい。君にやってもらう仕事を
山ほど用意してあるからね。ヨアヒム先生、病み上がりの人間にそんな殺生な。裂傷と打撲と捻挫くらいで情けないことを言いなさんな。逆にしこたま休んで体力が有り余ってるだろう。うんうん、今まで以上にバリバリと働けるだろうさ。先生ってよく S って言われませんか？僕としては M の方だと思うんだけどね。もう何の話をしてるんですか？おや、あ、セシルさん。お二人とも、他の患者さんもいるんですから、あまり変な話をしたらダメですよ。子供が聞いたらどうするんですか？すみません。まいったな。おや、そちらの方々は？クロスベル警察の方です。その例の事件についてリットンさんから直接お話を聞きたいそうです。あ、なるほど、そういうことか。となると僕はここで退散した方が良さそうだね。他の病室を改心してくるよ。お疲れ様です。サボったらダメですよ。水辺の方で釣りとか。聞く。いやいや、滅相もない。それじゃあ失礼。今の人は？ヨアヒム先生といって准教授をされている方よ。とても優秀な先生なんだけど、少し趣味人すぎるというか。それでリットンさん、お時間をいただいても大丈夫ですか？あ、ええ、それは構わないですけど。でもどうしてクロスベル警察の人が？警備隊が調べていたんじゃなかったのかい？それが警備隊の方でも手詰まりになったらしくて、自分たちも捜査協力をすることになったんです。そうなのか。やっぱり僕が夢を見たとか思われてるのかな。それとも無遊病？いえいえいえ、そんなわけが。そのできれば改めて聞かせていただけませんか？一週間前の夜起きたことについて。ああ、そうだな。あれは研修レポートを書き上げた深夜のことだった。その研修レポートというのが気難しいことで有名なラゴー教授の指導研修のものでさ、もう全神経を集中する勢いで徹夜で書き上げたもんだから、正直意識は朦朧としてたんだ。意識は朦朧としてるんだけど、なんかハイになってるっていうか、そんな状態で夜風に当たっていると、その声が聞こえてきたんだ。記憶があるのは実際にはそこまでなんだ。翌朝、用務員さんがズタボロになって気絶した僕のことを発見してくれて、それで緊急入院して今現在に至るというわけさ。なるほど、状況は一通り把握しました。襲ってきた魔獣どもの姿ははっきりとは見てないのか？いや、恥ずかしながらショックで気絶したらしくてね。真っ赤に光る目と白い牙、それと黒っぽい毛並みくらいしか覚えていないんだよ。ただ警備隊も確認してたけど、狼っぽいと言われたらそうだと思う。なるほど。その傷の方はどうだったんですか？うん、右肩のところに牙で噛まれたような跡はあった。逆にそれ以外の怪我は打撲とか捻挫とかくらいでね。多分噛みつかれた後、
そのまま床に引き倒されたと思うんだけど。なぜか魔獣はそれ以上あなたを襲わなかった。つまりそういうことですね。そうそう、そうなんだ。本当なら食いちぎられてもおかしくないところなのに。おまけに場所が屋上だろ。もう警備隊の人にもうさんくさい目で見られちゃってさ。しまいには夜中ふらふら街道に出て魔獣に襲われたんじゃないかって疑われる始末だったよ。でもあなたが発見されたのはこの建物の屋上ですよね。襲われたパニックで屋上まで逃げてから気絶した。その可能性はゼロじゃないかもな。それはさすがに無理があるんじゃ。もうリットンさん、襲われたあなたがそんな自信のないことでどうするんですか。あ、いや、そのすみません。でもね、説明がつかないことをそのままにするのも嫌じゃない。だったら自分の記憶が曖昧になってるって考えた方が気が楽っていうか、というかもし本当に魔獣が屋上なんかに現れたんだとしたらちょっと怖すぎない？気持ちはわからなくもないですけど、でも本当にそうだとしたらちゃんと対策を考えないと。ご協力ありがとうございました。自分たちの方でも襲われた現場を調べてみます。ああ、よろしく頼むよ。ちゃんとした説明がついて対策できるんだったらそれに越したことはないからね。さてと、ここの屋上だったな。ああ、まずは襲われた現場に行ってみよう。セシルネ、時間の方は大丈夫？そうね、そろそろ休憩時間が終わっちゃうかも。でもせめてリットンさんが発見された場所までは案内するわ。うん、よろしく頼むよ。
Thank you.
話を聞いた限りだとこの辺りが現場になるのかな。ええ、リットンさんはそこのベンチの前あたりで倒れていたらしいわね。そうか。その建物は確か研究棟だったっけ。ええ、先生方と研修医の人が集めている場所よ。実験用に何か危険な魔獣を飼っているようなことは？それはさすがにないわね。研究用の植物を育てている温室みたいな場所はあるけど。なるほど。セシルね、案内ありがとう。とりあえず何か分かるまで一通り調べてみるよ。うん、分かったわ。それじゃあみんな調査の方頑張ってね。はい、お疲れ様です。どうか朗報を期待しててくださいっす。とりあえず屋上を中心に一通り調査をしてみよう。狼型魔獣たちが本当に屋上に現れた、その前提で侵入ポイントをなんとか突き止めてみたい。ええ、分かったわ。ロイドさんお得意の可能性を絞り込む方法ですね。んじゃま、調べてみるか。さすがにここから入ってきたってのはなしか。ああ、下は水面だしね。狼型の魔獣だったらよじ登るのも無理だろうな。かなりの高さですけど、途中に一段屋根がありますね。と言っても1階分の高さが2段か。魔獣が入ってくるのはかなり厳しいかもしれないな。ねえ、ここから入ってきたというのは？いかにも魔獣が入ってきそうな地形だけど、それでもやっぱり高さがネックになりそうだ。さすがにここから侵入したってのはないか。飛行型魔獣なら説明はつくんだけど。ここは？ねえ、ここからだったら入ってこられそうじゃない？確かに飛び移ってこれない高さじゃないな。となると、さてと、この上を調べさせてもらうか。ランディ、手伝ってくれ。よし、来た。
ビンゴだな。ああ、魔獣の足跡。それも狼型のやつだ。やっぱり。となると。あちらの方から侵入された可能性が高そうですね。ああ、多分そうだろう。見たところそっちはそれほど高さがなさそうだ。また入られちまわないよう何か対策をした方がいいかもな。そうね。でもここでの調査はこれで一通り終了かしら。ああ、そうだな。どうしてわざわざこんなところに入ってきたのか。それにどうしてリットンさんを中途半端に襲ったのか。まだまだ謎は残っているけど。さすがにそれは魔獣に聞いてみないとわからないのでは。そうそう、警備隊の調書の保管ができただけでも十分だろう。そうだな。よし、とりあえず帰る前にセシルネに報告しよう。そうね、報告とお礼を言わなきゃ。そんじゃあ、まあナースセンターでも行きますか。あれ、どうしたの。いや、向こうから飛び乗ってきたらこの上に足跡がつきそうだけど、ホコリがついたままってことはしばらくこの状態だったんだろうし、ま、別にそこまでおかしなことじゃないかな。これはロイドさん。なんだよさっきから。いや、大したことじゃないんだ。最近の跡みたいだけど。
。調査の方はいかがですか？はい、一通り終了しました。それでセシルね、あ、いや、セシルさんに報告しようと思いまして。あ、そうだったんですか。それにしてもセシル先輩から聞いていた通りだったな。いつもロイド君の話を聞かされてたんですよ。最近クロスベルに帰ってきたってセシル先輩ずっと嬉しそうで。これだけ可愛かったら納得だな。可愛いって。鼻の下伸びてます。まったく勤務中にだらしがないわね。伸びてないしだらしがなくもないって。まあ待ちな、ロイド。ここはお兄さんに任せとけ。え？可愛いってのは君みたいな子に使うべきだと思うけどな。え？まあ俺もこいつが可愛いってのは同感だけどね。どう？お近づきの印に週末みんなで合コンでも。当然こいつも連れてくるし、こっちも女の子がいるから楽しいと思うよ。ちょっと。そうですね。たまには息抜きもしたいし、スケジュールが合いそうな子を誘ってみましょうか。うん、そうしてよ。クロスベルの居酒屋でいいかな。俺の方でセッティングするからさ。卒がないですね。さすがナンパが趣味というだけはあるわね。というか俺たちセシル姉に報告に来てるんだけど。いやしかし光栄だな。君みたいな白衣の天使とお近づきになれるなんてさ。でもうちのナース服って別に白衣じゃないですよ。それでもいいんですか？ノープロブレムさ。その服だって可愛いし、それ以上に中の子たちがみんな抜群に可愛いからね。君なんか特にさ。もうランディさんたら。おや、抜群に可愛いだなんて照れちまうね。え？あははじゃないだろう。午後の検温はどうしたんだい？あんたの担当だろう。あ、それに週末といえば大きな手術が入ってるのを忘れたのかい？あはは、そうでした。ごめんなさい、ランディさん。またの機会ということで。ロイド君に皆さんもまたね。なんなら代わりに週末私が付き合おうか。これでも白衣の天使と言えなくもないだろうしね。いやさすがに恐れ多いっすから。タッチだ、ロイド。はあ、まったく。すみません、騒がしくしてしまって。まあいいさ。それで調査はもういいのかい？セシルを呼ぼうとしてたみたいだが。はい、一通り終了しました。それでいくつか判明したので彼女に報告しようと思いまして。セシルはこの時間だと確かあの子のところに。アナウンスで呼ぶのもちょっとあれだしね。そうだ、あんたたち、多分あの子はこの上の階の一番奥の病室にいると思うんだ。そっちに行ってくれるかね。病室ですか？お邪魔してもいいんでしょうか？ちょっと訳ありの子が入院していてね。できればあんたたちにも見舞ってあげてほしいんだ。なるほど。
わかりました。適当に遊んであげりゃいいってことっすよね。まあそういうことさね。それじゃあよろしく頼むよ。セシルがいるのは3階の一番奥の病室だよ。おや？市長さん？何でしょう。やっぱりそうだ。あんたティオちゃんだろう。どうして？やっぱりそうだ。大きくなったね。こんなに美人さんになって。見違えたよ。おや、しかしどうしてあんたが警察の坊やたちと。その、いろいろ事情があって、また近いうちに挨拶に来るつもりです。今日は急ぐので、これで。ああ、そうだね。また今度ゆっくりおいで。ティオ、前にこの病院に？6年ほど前のことです。黙っているつもりではなかったんですけど。その、なんていうか、あんまり気にするなよ。誰にだって言いにくいことはあるんだし。ですが。えい、エリーさん。そんな顔しないの。せっかくの可愛い顔が台無しよ。ま、10年以上生きてりゃお互いいろいろあるってことだろ。まして俺たちは出会ってまだ一月くらいの関係だしな。年齢も性別も違う。趣味も多分バラバラだろう。それでも俺たちはこうして仲間として一緒に行動してる。今はそれでいいんじゃないか。ランディさん、そうですね。少々ナーバスになっていたみたいです。時間を取らせました。セシルさんのところに行きましょう。調査結果を報告しないと。そうだな。3階の病室に行ってみるか。セシルね。あら、ロイド。
あ、市長さんからここにいるって聞いてさ、そのお邪魔だったかな。大丈夫よ、しずくちゃん。今話してたお兄さんたちよ、クロスベル警察に勤めている正義のおまわりさんなの。正義のって。さすがにそれは過大評価だと思いますけど。そのお仕事お疲れ様です。私はしずくマクレインって言います。ありがとう。って、あれ？マクレインって、どこかで聞いたような。ひょっとしたら面識があるかもしれないわね。しずくちゃんのお父さんはアリオスさんって言うんだけど。風の原生。あのおっさん、娘がいたのかよ。皆さんはお父さんのお知り合いなんですか？いや、知り合いというか、前に危ないところを助けてもらったんだけど。そうだったんですか。うちのお父さん不愛想だから、お気を悪くされませんでした？そんな、とんでもない。こんなすごい人がいるんだなって、身が引き締まったっていうか。厳しいけど思いやりがあって、頼りになりそうな方だったわ。素敵なお父様ね。ありがとうございます。しずくちゃんはお父さん子だものね。そのくせ、お父さんが訪ねても遠慮してあんまり甘えないし、お父さん大好きとか言って抱きついちゃえばいいのに。セシルさんたら。あの凄腕のおっさんが娘に甘えられてる構図か。少し想像しにくいですね。そういえば例の件なんだけど、実はここにいるしずくちゃんが気づいたことがあるらしくって。気づいたこと？そのリットンさんが襲われた晩のことなんですけど、私眠れなかったから展示の本を読んでいて、その時悲鳴みたいなのが聞こえてきたんです。本当かい？それでどうしたの？その気になったので、そこの窓を開けて耳を澄ませたんですけど、それ以上悲鳴は聞こえなくて、代わりにハッハッハッって息遣いみたいな音が聞こえて、しばらくしたらタンタンって何か跳ねるような音が聞こえて、それで終わりです。そっか。そのことは警備隊の人には？その私ずっと夢でも見たのかと思ってて、さっきセシルさんから話を聞いて初めてそのことだって気づいて、ごめんなさい、もっと早くに言ってれば。いや、いいんだよ。ありがとう、教えてくれて。しかし屋上での調査を完全に裏付ける証言ですね。ああ、最初の悲鳴ってのがあの研修医が気絶した時、そして狼型魔獣の息遣いとあの木箱やらに飛び乗って逃げていった時の音みたいだな。それとその私の空耳かもしれないですけど。いいよ、気になったことは何でも言ってみて。はい。そのさっき話した音が聞こえてる最中なんですけど、何かキーンってかすれた音が聞こえたような気がしたんです。キーンとかすれた音？
特定の魔獣が発する独自の鳴き声かなんかか。その音は普段は聞こえないのね。はい、あの晩だけだと思います。そのやっぱり私の空耳の可能性もあるかも。いや、貴重な証言ありがとう。セシルね、いろいろと分かったことがあるから一通り報告させてもらうよ。うん、分かったわ。それじゃあしずくちゃん、また夕食の時に来るわね。はい、お仕事頑張ってください。ロイドさんたちも調査頑張ってくださいね。うん、ありがとう。また遊びに来るわね。セシルね、その彼女は、うん、数年前の事故で目の光よね。でも全く回復の見込みがないわけじゃないの。少しずつ回復治療を受けながら療養生活をしているのよ。そうだったのか。大変ですね。とってもけなげな子でね、お父さんが忙しい人だからめったに会えずに寂しいでしょうに、わざと明るく振る舞って。あなたたちもよかったら今後とも仲良くしてあげてね。なあ、喜んで。そうですね、とってもいい子みたいですし。ですね。俺の素敵トークであの子を笑顔にしてやりますよ。ありがとう。さてと、何か分かったんでしょ？改めて聞かせてもらえるかしら。なるほど、ここから魔獣が入り込んだのね。魔獣がなぜ入り込んだかそこまでは分かっていないけど、何らかの対応策は取った方がいいとは思う。そうね、急ごしらえにはなってしまうと思うけど、魔獣よけのフェンスくらいなら増設できるかもしれないわ。ああ、それだけでもかなり違いがあるっすよ。それなりの強度で可動式のものが必要ですが、この病院にそんな設備が？ええ、確か野外治療用の設備でそういったものがあったはずよ。事務長さんに相談して設置してしまいましょう。これでみんなも安心できるわ。本当にあなたたちのおかげね。いや、そんな。でも実際大したことはしていないよ。本当に魔獣が入り込んだか証明したっていうだけだからね。ううん、それがなかったらきちんとした対策も取れずにそのままだったところだもの。あなたたちだったらいずれアリオスさんにも負けないくらいいい仕事ができると思うわ。お姉ちゃんが保証してあげる。セシルね、感激っす。ありがとうございます。とても励みになります。頑張ります。ロイド、お互い休みが取れたら改めてゆっくり会いましょう。お墓参りも一緒に行きたいしね。うん、そうだね。あとはそうね、エリーちゃんとティオちゃんのどちらかと付き合うことになったらぜひ報告してちょうだいね。目いっぱいお祝いしちゃうから。いや、だからどうしてそんな話になるのさ。なんだったらランディ君とでもいいけれど、その時は連絡してね。そういったジャンルを読んでバッチリ鍛えておくから。どんなジャンルだよ。
やあ、セシルさんが喜んでくれるなら俺の方は構わないっすよ。いや、構おうよ。それじゃあ、私はここで失礼しちゃおうかな。みんな、気をつけて帰ってね。うん。お世話になりました。暖かくって包容力があって頼りがいもあってとっても素敵な人ね。そう言ってもらえると嬉しいよ。実の姉さん以上に世話になってきた人だからさ。それでロイドさん、セシルさんとは実際にはどういうご関係なんですか？え？そうね、ちょっとだけ気になるわね。あなたいつにも増して弟くんって雰囲気だったし。なんだそりゃ。ロイド、てめえあんな素敵なお姉さんとベタベタ甘々な関係ってか。羨ましい。体を交換してください。できないから。バカなこと言ってないで、そろそろクロスベル市に戻ろう。もう夕方だし、帰ったら今日の分の調書をちゃんとまとめておかないと。ごまかしましたね。ええ、それも露骨に。己ロイド、俺のドストライクな人。そこ、ひそひそ話をしない。Thank you.
さてと、バスが来るのを待つとするか。時刻表によると次は15分後くらいだな。しかし随分と便利だよな。夜の11時まで運行してるみたいじゃないか。運賃の方もお手頃ですし、市の運営とのことですが、採算は取れてるんでしょうか。まあそれだけ市の方でも病院を重要視しているみたいね。財政的には余裕があるし、市民の要望も高いみたいだから。なるほど。ま、気軽に病院に行けるのはやっぱりありがたいかもしれないな。くらいです。しかし動力車ってのは随分と楽ちんだよな。うちでも専用の車が使えりゃよかったんだが。ま、無理だろうな。他の捜査課では車が使われているみたいだけど。確か捜査一課では捜査員一人一人に専用車が用意されているはずです。それはさすがに優遇しすぎだと思うけど。やれやれ、こういう時に日陰者はつらいね。まあないものねだりをしたって仕方ないし、それに街道を歩くのだって結構な鍛錬にはなると思うぞ。不本意ですがそうかもしれませんね。でもさすがに今日はこれ以上の調査はしませんよね。ああ、残りは北の鉱山町だ。さっきも言ったように、今日は帰ったら調書をまとめて、明日改めて訪ねてみよう。うん、了解です。さすがに疲れたものね、今日は。でも、セシルさん、よかったな。よし、今度は合コンにかこつけて個人的にお近づきを。ランディは元気だな。Thank you.